ハンブリ東は中国の卓球選手。略称は FZD。広東省広州市に生まれ、6歳で卓球を始めた。11歳で名門人民解放軍チームの一員となり、2012年5月に国家2軍チームに入り、同年の全中国選手権でベスト8に入って国家1軍チームに昇格。2012年末の世界ジュニア卓球選手権で、 優勝し、世界選手権パリ大会の代表選考会、直通パリでの活躍が認められ、中国男子では、史上最年少で、世界選手権代表に抜擢された。2013年9月の全中国運動会では、超次かや本を破る活躍で、シングルス準優勝。直後の東アジア競技大会では、決勝で、円安を破って優勝し、 中国男子の時代のエースという呼び声も高い。2015年の第22回アジア、卓球選手権では男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルス、男子団体のすべてで優勝し4冠を達成した。2016年リオデジャネイロオリンピックの際にはすでに世界ランク2位と中国国内でも指折りの存在であったが、若さと大舞台での経験不足から代表入りはできず、 p カードでチームに帯同したが出番はなかった。中国ではぽっちゃりした体格から小豊タというあだ名がある。年を重ねるごとに体も鍛えられ、まさに中国選手といった筋肉の付き具合となったが、もはや相性として定着してしまっている。横回転系のレシーブを中心に攻撃的で多彩なレシーブ戦術を展開する。特にチキータは、 世界最速のスピードと抜群の回転量を誇り、回転バリエーションも豊富なのでレシーブするのは非常に困難である。また、体のひねりで放つフォアドライブやコンパクトでスイングが速くかつ打点の速いバックハンドなどにより、打球後の戻りが抜群に速い。ラリーになると、世界トップの反応と予測能力でどんなボールに対しても最適な体の入れ方でボールを打ち、 相手をどんどん後ろに押し込んで得点するパターンが多い。前述のチキータと合わせ、前陣において、無類の強さを見せる。長継化、元、馬竜の三強と比べると後ろに下げられた、際の両ハンドの威力、変化などに課題に残すが、それを補って、あまりある成長性を感じさせる。ウィキメディアコモンズには、半ぶり東に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。